いやー、実にいい天気ですな。もう春本番やね。こんな時は元気よく外に出て、明るく楽しく元気よく、ね、家の中で筆記なんてもったいないということで、はい、早速始めていきましょうか。よいしょ。はい、マリンちゃん先生の工作タイム、イエーイ。ということで皆さん、こんにちは。はい、今日は、マリンちゃん先生の工作タイム、父が日曜大工で作ったベンチに絵を描こうということでですね、の続きをしていきたいと思いますけれども、これがパートいくつ、パート7になるのかな。今日はパート7の撮影ということでやっていきましょう。で、前回この木、葉っぱとの木ですねを、色を塗りました。で、撮影を止めてからこのパイナップルまでね、色を塗ったんですよ。こんな感じでなので今日はどうしようかな。今日このハイビスカスの花を描いたつもりなんですけど、まあね、毎度のことながら私下手くそですのでね、なんやねんそれとか言われそうな感じですがまあ一応ハイビスカスの花のつもりということで、よいしょ、色を塗っていこうと思います。よいしょ。でまたまあ10分前後ぐらいで撮影していこうかな。よいしょ。ではほんなら、ちょっとやっていこう。よいしょ。やっていきたいと思いますが、前回パラソル立てるやつに書いたやつを見本にしてやっていこうかな。水色と赤を書いたので、じゃ先にこのどこだ、この細かい黄色の部分を行こうかな。ということで、ブンブン言ってますよ。黄色くんぐらい。40分やつか。以上ですね。またちょっとだんまりで作業を進めていってしまう感じにはなってくるかと思いますけれども、このどこや、このちょっと細かい黄色い部分をちょっと塗っていこう。このぐらいかな。いやー難しいな、ほんまに。いや、はみ出しちゃったよ。いいや。難しい。こんな感じかな。よいよいよいって感じ。素晴らしいな。これはどっからこっからか。下手くそさ、ほんまに素晴らしいね。でこんなんね、私なんかより全然皆さんの方が上手やと思いますけど。
し、こんな感じかな。いい風吹いてんな。ちょっと早すぎです。大丈夫。変な点々のとこ。ちょっとだけこの、何の色？なんか朱色っぽい色を混ぜます。ちょっとだけね。ちょっとだけこの色混ぜて、オレンジっぽい色に。意外の色かな。意外の色かな。このね、変な点々みたいな。ここ難しいな、これ。よし、こんぐらいか。おぉ、なんか飛んできたぞ、ブン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 。あ、いや。こんな感じですかね。よし、こんな感じ。こっちもちょっと同じように。よし、こんな感じかな。よいしょい。もう何分経ったかな。水色と赤やな、なら。ちょちょちょ。7分経過してるか。少しだけちょっと白いのか。あれな、妙な感じ。でもいいやろうけど、もうちょっとだけ白い。よいしょ。じゃあ花、青い方からいきましょうかね。ちょっと、そのちょっとだけ白い入れた方が綺麗ってね。ではでは、この辺からじゃあ入ってみましょうか。違う色が入ってきたな、これ。何これ。あ、あれやろ。あ、じいちゃんがアクリル絵の具の、あ、ちょっと白がねえな。ちょっとあれやな、なんか混じってなかった感じか。あ、ここに混じった。白色がちゃんとこれな、混ざってなかった。ちょっと首がちょっといけてないね。ちょっと首が洗おうて、いけない色が混じっちゃってる。この色が青い。はい、ですか。そうだ、ちょっと塗っていきましょう。ならまず、
んな感じかな。いや、ここまでやな。こんな感じですかね。ここまで、ここまで。薄いとこありのぐらいがぴったり感あっていい感じなのかな。よいしょ、ちょっと待ってや、ちょっと出すな、何分？ 11 分か。撮影時間が意外とこれですね、長くなっちゃう感じやな。めっちゃブンブン言ってるけどな、さっきから。先にじゃあちょっとね、この大きいところから塗ってしまいましょう。こんな感じで、はい、よしよし、こんな感じで。なんかただ黙々と絵を描いていくという感じになってしまっておりますが、とりあえずちょっとね、周りだけちょっと塗って、こんな感じか。まあ、こんな感じで描いていくんですが、ちょっと撮影時間の方がちょっとあまり長すぎてもね、ちょっと見てる人もつまらんかなと思いますので、一旦ちょっと撮影をここで、切って、青い方の花をまず仕上げていきたいと思います。はい、それじゃあ一旦終わります。ちょっと今から集中して青い方を描きます。